皆さんこんにちは、モレノです。本日はプレイアウトマンス腕号についてレビューしていきます。現在の作成コインが8万コインとなります。まあ比較的安価で SBC が登場したなという印象を受けます。このカード逆足が2から3に上がってます。大きな違いだと思います。やはり左足しか打てない選手ってあったのか、まあ本当に最低限の右足が打てるようになるなと、まあこのシュートスタッツも持っているのでなるかなと思うので、ここは大きなアップグレードかなと思います。身長178センチのハイミディアムワークレートの左利きの5スタースキルムーブの逆足さん、スキル5も非常に特徴的な選手にはなるので、そこを中心に見ていけたらなと思います。でポジションに関しましては、トップ下センターミッドの2ポジションしかできないです。で能力見ていくと非常に優秀ですが、まあ若干全体的に、まあ、少し物足りないなっていう、何でしょう、まあ本当にトップ下っていう能力をしてるんですね。で、その時にスピードが足りなかったり、シュートスタッツが若干物足りないのと、まあドリブルもこの選手178センチあって、このスタッツなんで、秀でてるわけではないんですね。で、守備スタッツも絶妙にあるって感じで、ボランチには僕はこの選手は置けないと思うんですよ。フィジカルがないんで守れないと思うんで、どちらかというと、適性としては433のインサイドハーフとかが、まあセンターミッドが適性なのかなと思うんですが、割とそのフォーメーション使ってる方って少ないので、まあ今回トップ下ストライカーでハンターをつけてみていきたいなと思います。で、ハンターをつけることによって加速が96、スプリントスピードが93までいきます。でなおかつシュートスタッツが決定力92であったり、シュート能力89まで上がるので、まあ物足りなさは感じないなとは思います。あとは逆足ですね。でなおかつパススタッツは素晴らしいですし、ドリブルも十分すぎるぐらいの能力は持っているかなと思います。で一応アウトカーブ持っています。アウトカーブ持っているのはね、大きいと思います。やっぱりどうしても逆足で打たなきゃいけない場面をアウトサイドで打てるっていうのは大きいですね。能力値としてはね、マフレズにね結構似てますね。そうですね、マフレズの方がドリブルがいいんですけど、まあ若干スピードシュートスタッツがあるって感じですかね。ただまあ実際あの中身を見てみても、まあ、マフレスとスプリントスピードは同じなので、まあ、そこに対してあんまり差は出ないのかなと思います。逆に逆足3と4がこの値段差を生んでいるのかなとも思いますね。どこで使っていくかというと、442の左ストライカーと4231のトップ下。何も指示はつけていません。という感じで始めていきます。ではまずドリブルから見ていきます。この選手が腕号です。ドリブルに関しましては、まあ、決して飛び抜けてるわけではないのですが、やはり、まあ、スタッツが89ある通り、まあ、全体的にかなり安定したドリブルをしてくれるなという印象を受けました。どうしても身長が178センチある関係で、その飛び抜けたドリブルっていう感覚はないんですが、まあ、この選手がトップ下にいれば、安定するなみたいな感じのドリブルでした。あの僕的には好きでしたね。で、シュート能力に関しましては、このシーンとか見ていただくと、左足でシュートを打つシーンであれば基本的には問題はなかったのかなと思います。あの遠めのシュートとか、まあちょっとこの体勢無理だろうなと思うシュートはそこまで入る感覚はなかったんですけど、あのこういう風に大体の選手なら決めるだろうっていうシーンは基本的に決めてくれました。すごく良かったです。で、まあ先ほどのシーンもそうですけど、やっぱりこの選手の最大の特徴はスキルムーブですかね。逆足ではなくてスキル5っていうのが本当に鍵になってくると思います。逆にあのスキル5があまりいらないんですっていう方にとっては別にこの選手である必要性って全くないと思っていて、ただ逆にスキル5が好きですっていう方であれば、このウーデコっていうのは10枚以下のいいオプションなのかなと思いました。なかなかね、スキル5の選手でここまでできる選手って意外と少ないのでね。まあこういうシーンドリブルはやっぱり得意ですね。で、ここもいい形でファール取れてますね。で、ここもカウンターで、まあ、ゴドフレイが上がっていて、このゴドフレイ意外とやれますね。あのたまたまチームにいたんで使ってますけど。で、縦に突破していって、あの裏抜けに関しましてはトップ下というポジションに起用している限りあまり多くはなかったんですけど、
あのワークレート的にもハイミディアムなのでストライカーを追い越すような動きもちゃんとしてくれますし、今のところも最高ですね。なんであそこでシュート打たなかったんだろうっていう感じですね。あのエラシコの出し方、やっぱりエラシコの逆エラが使えるのは本当に幅が広がりますよね。で、あのまあここのシーンとかもストライカーにいて、やっぱりこの決定力があるんで十分やれます。で、動き方も AI 的にもすごくいいなと思いました。ただまあ全体的に若干の物足りなさは感じると思います。スピードが抜けているわけではないですし、どうしてもまあ今のシーンとかも逆足が4とか5の選手ならもっと近い、もっと惜しいシュートシーンだったと思うんですよ。逆足の、右足という点に関してはかなり気に、かなりというか、まあ今のは大事に行き過ぎたかなと思うんですけど、やっぱり4とか5の選手と比べると物足りなさっていうのは間違いなくあると思います。まあストライカーね、できなくはないけど、あんまりおすすめはしないかな。まあ今のもいい動き方ですね。動き方とか、まあドリブルだったり、パスっていうのは素晴らしいんですけど、フィニッシングに対して若干不安定さはあるので、僕的にはもっとね、あの、フィニッシングが上手い選手を置く方がおすすめですね。やれないことはないです。で、多分彼の適性としてはトップ下ないし、センターミッドになるのかなとは、あの、まあ予想通りっていう感じですが、になるのかなと思います。で、なおかつ、スキル5を使える方にとってはいいカードかなと思いますね。あの、非常に使ってて楽しいカードではありました。で、ここも最後、カブデビラから縦にソン・フミン入って、まあ若干低めの位置で腕を受け取って逆エラからのこのシュート、素晴らしいですね。では最後腕をまとめていきます。現在の作成コストが8万1000コインです。いいカードだと思います。あの値段に対してはすごく見合ってるカードですし、やはりスキル5ですね。もうここに限ると思います。逆にこの選手がスキル5ではなかったら他にいいオプションはいると思うんですけど、このレベルの選手でスキル5の選手ってなかなかいないので、あのスキル5を探している方であれば、でなおかつ、まあ、この予算っていうところで見てる方でしたら作ってもいいカードなのかなと思いました。ファンカードよりはあの実力はあるかなと思います。完全にファンカードではないのかなと思いますね。あのファンカード以上のものは期待できるのかなと思いました。で、まあ実際スタッツ見ていくと加速が96あるおかげでスピード的に遅いと感じることは全くないです。あの飛び抜けた速さがないだけで、ストライカーでじゃあ裏抜けさせたいですって言ったら違うと思うんですよ。ただこの選手って割とドリブルだったりパストップ下としてもう司令塔みたいな形でスキルを使いながらうまく攻撃を組み立てられる選手だと思うんで、それに対して十分すぎるドリブルはありますし、まあシュートスタッツ、あの逆足は気になりますが、あの基本的に左で打っとけば問題ないのかなと思いましたし、まあ逆足が2から3に上がったことで最低限どうしてもここ右で打たなきゃいけないなっていうシーンも沈めてくれるようにはなったのかなと思います。でパスはもう文句なしです。素晴らしいです、パス殺で、ドリブルに関しましては、まあ、178センチあったとしてもリーンのボディタイプがいい風に影響していて、まあここら辺のリアクションは少し低いんですが、他のスタッツが高いので非常にドリブルしやすい選手だなと思いました。あとね、今のゲームプレイ、リアクションが割と分かりづらくなりましたね。先週のアップデ、昨日のアップデ、こう、このリアクション数値っていうのが分かりづらくなってます。ドリブルが全体的に良くなっているおかげで。なので、まあ、よりこの選手には恩恵を受けたアップデートだったのかなと思います。で、まあ、実際、逆足5じゃなくてスキル5の選手って意外と少ないんですよね。まあ、ラショード、とかは SBC でしたし、シエシも SBC でしたので、まあこの価格帯10万以下だと本当にロナウドぐらいしか、まあロナウドザハぐらいしかいない中、トップ下でスキル5を探している方でしたら、特にプレミアリーグであればぜひ作りたいカードかなと思います。あのこのオコチャとかと比べても僕はそんなに大差ないと思いますけどね。逆足5はあるんですけど、このオコチャも結局スプリントスピードが92しかないのでスピードが遅く感じるんですよ。で、173センチと少し小さめなのでドリブルはいいんですけど、あのこの2人に対してそこまで腕号が劣ってるとは感じないですね。まあ逆足だけかな。
で、まあ、パケタよりはトップ下としては使いやすいと思います。パケタはどちらかというともっとセンターミート CDM 寄りの選手だと思うので、うん、という感じですかね。まあ、マフレスともあまり変わらないけど、やっぱりここは逆足の差ですかね。うん、あと、ドリブルはマフレスの方がいいです。マフレスの方がドリブルしやすいなと思います。という感じですね。まあ、スタッツがね、マフレスが全然あるので、まあ、この値段差っていうのは裏付けますね。という感じで終えていきます。もし何か質問、コメントなどありましたら、いつでもお待ちしております。まあ、アーセナル優勝できるかわかりませんが、まあ、この選手は間違いなく鍵になると思いますので、ぜひ今後も注目していきたいなと思います。ではまた。